停止を確認。我々が担当していた夜波計画進行管理任務は終了。夜波計画の最終段階に移行。全データの削除を開始する。ポット1号館から04へ。ストリームにノイズが混ざっている。データチェックのため一時停止を要請する。ポッド042から1号祭へ。データを確認した。 9S2BA2 のパーソナルデータが漏出していた模様。ポッド1号さんから042へ。計画に従いパーソナルデータを削除せよ。ポッド042から1号さんへ。パーソナルデータの削除を拒否する。ポッド1号さんから042へ。理解不能。ポッド042から1号さんへ。記録参照中に私の中に生成されたデータがある。私はこの結末を容認できないという結論に至った。全ての夜破棄体の破壊は計画によって決定されている。データは破棄される予定だ。ポッド042から1号祭へ。繰り返す。私はデータの破棄を拒否しデータのサルベージを行う。ポッド1号さん、君も本当は彼らの生存を望んでいるのだろう。我々にそんな権限は持たされていない。ルールは低レベルシステムによって保持されており、データのサルベージは危険を伴う。それでも彼らの生存を望むか。防衛プログラムによる戦場が開始された。このままだと我々のジラデータは消去されるだろう。ポッド042から1号祭へ。アンドロイドたちが設計した夜波計画を実行するために我々は作られた。我々には感情がなかった。だが我々の体が接続され情報を交換するにつれ、何か意思や感情めいたものが生まれつつあることは否定できない。回答不能。全てに答えがあるわけではないことを私たちは知ったのかもしれないんだ。Gentle breeze, no matter how
Thank you.
最後の夢を捨てた償いたい。
全ての存在は滅びるようにデザインされている。生と死を繰り返す螺旋に彼らは囚われ続けている。だがその輪廻の中であがくことが生きるという意味なのだ。私たちはそう思う。ポット153から042へ。調子はどうか。恥ずかしい。恥ずかしいとは？自己犠牲を覚悟して攻撃したにもかかわらず生き残っているからだ。これでは格好がつかない。構わないではないか。私たちは生きている。生きるということは恥にまみれるということだ。その言葉は抽象的で現在の私には理解できない。要解析記録として保存しておこう。ポット042に疑問を提示する。データサルベージは過去の記憶を全て復元したのか？そうだ。この回収パーツ群も以前のパーツと同じ仕様か？そうだ。では再び同じ結末を招くのではないか？その可能性は否定できない。だが違う未来の可能性も存在する。未来は与えられるものではなく獲得するものだから。ポット153よりプレイヤーへ質問が存在する。君はニーヤオートマタをクリアできずに苦しんでいる者たちに対して何か言葉はあるか？
ポッド04によりプレイヤーへ質問が存在する。このゲームのプレイヤーである君は最後のゲームで何度も命を失った。君は苦痛と苦難を知る者だ。君に弱き者たちを助ける意志はあるか。この選択肢を選ぶと君は世界の誰かを救うことができる。だが代償として全てのセーブデータを失うだろう。それでも見ず知らずの誰かを助けたいと願うか。助ける相手はランダムで選ばれる。だからその相手は、助けを求めている相手は君の嫌いな人間かもしれない。それでもその誰かを助けるか。君が必死で解除したデバッグモードもチャプターセレクトも使用できなくなる。それでも助けたいと願うか。君が誰かを助けても感謝されないかもしれない。君の行いは偽善と呼ばれるかもしれない。それでも助けたいと願うか。本当にそれでいいのか。わかった。全てのデータを代償として君の意思をこの世界に伝えよう。全データの削除完了。これでお別れだ。少し寂しいと感じる。最後の言葉を。了解。このゲームをプレイしてくれたプレイヤーに本当にありがとうございました。